ボルホフ川は、ロシア北西部のノブゴロド州とレニングラード州を流れる河川である。ボルホフ川の流路、入り目に湖から流れ出し、北へ流れ、ヨーロッパでも最大の湖であるラドガ湖に流れ込む。この間の距離は 224km で、ラドガ湖に入る河川の中では、オネガ湖から流れるスビリ川に次2番目に大きな支流である。ボルホフ川は全域にわたり、 高校可能である。流量は入り目に湖の水位によって異なるが、ラドガ湖の川口付近で平均580メートル、S、最大時で2900メートル、S、最小時で44メートル、S となる。口述するダムの建設以前、勾配が非常に小さいボルホーフ川では、上流の入り目に湖周辺では、雨量が少ない時期に、下流では大雨や春の雪解け水で増水し、 結果流れが逆流して、ラドガ湖方面から、イリメニ湖の方へ向かう時もあった。ボルホフ川は11月末に凍結し、4月初めに氷が溶ける。ボルホフ川の水位は、現在では、川口から25キロメートルのボルホフ市にあるボルホフ水力発電所のダムにより調整されている。ボルホフダムは、ソビエト連邦がこの地域に最初に建設した水力発電用ダムで、 ゴエルロプラにより1926年12月19日に完成した。このダムは水力発電の他にかつて急流があり、水運の難所として知られていた下流域を航行できるようにするための目的も兼ねている。ボルホフ川の上流は入り目にコを迂回するシベルソフ運河でムスタ川とつながっている。下流ではラドガコ南岸を迂回する新ラドガ運河でネバ川、シャシ川、 すびり川につながっている。ノブゴロド市内を流れるボルホフ川主な支流には、ノブゴロド市付近を迂回するように、ボルホフ川上流で分かれているマールイボルホ別入り江に流入する、右支流のビシェラ川、ケレスト川、オスクヤ川、プチェズワ川、ティモダ川、チョルナヤ川、グロヤ川、オロムナ川がある。流域の主な都市は、ノブゴロド、キーリシ、ボルホフ、ノバヤラドガなど。 流域の古生代オルドビスキに遡る地層からは、アサファスメの山陽虫の化石が多数出土している。バイキングが往来した、バリアーグからギリシャへの交易路中世以来のこと、ノブゴロドを流れるボルホフ川広大なロシアにおいては、比較的短い川であるが、ボルホフ川は、ロシアの歴史や経済において、重要な役割を果たしてきた。かつての首都であるサンクトペテルブルクの旧、 証券取引所の建物の両側には、海鮮記念柱があるが、この柱に象徴されている四大河川は、ボルガ川、ドニエプル川、ネバ川とボルホフ川である。旧世紀半ばには、ボルホフ川は、バリアーグたちが支配するルーシハーン国の南北交易路として、多くの船や人や物が行き交った。北のスカンジナビアと南のオリエントを結ぶルーシの主な通商路は、バルト海からネバ川。 ラドガ湖、ボルホフ川、イリメニコを遡って、バル大丘陵に至り、ドニエプル川を経て、黒海からギリシャに至るルートと、ボルガ川を経て、カスピ海やペルシャに至るルートとがあった。古代のロシアの最初の都であった、スターラやラドガは、ラドガ湖からボルホフ川に入ってきたバイキングの商船は、交易拠点であったアルデイギュボルグに怒りを下ろし、 小舟に乗り換えてボルホフ川下流の急流地帯を漕いで遡った。途中には彼らの航行を守る、要塞化された居留地がいくつもあった。イリメに湖に入る直前、現在のノブゴロドから1 3トル北のホロピー、ゴロド区にも交易拠点が設けられていた。ありがとうございます。